急なんですけど、これ別にバカにしてるわけじゃないんですよ。福岡のタクシーって5大都市の中で比べると意外と電子マネーを使えないところあるんですよ。今座席の後ろで QR で支払いできるタクシーって結構あるんですけど、ついてるとこついてないとこが感覚的に半々ぐらいなんですよ。で、ちょっと長野県にお仕事行くことがあって、結構また長野県の端の方だったんですけど、タクシーに乗って、あーすいません、住所ナビに入れてもらっていいですかって言ったら、運転手がナビ？なもんないよっつって、紙の地図渡してきたんですよ。で、紙の地図とか開いたことないんで、開いてみて初めて気づいたんですよ。現在地が分からん地図ほど難しいもんはねえなって。だから、うわすいません、これ僕地図読めないっすねっつって、住所読んで、これ地図で一緒に見てもらって大丈夫ですかって。そしたら、あーじゃあその君の持ってる携帯でナビ入れて後ろから教えてっつって、いやお前も読めへんのかいっつって。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部コタクです。よろしくお願いします。で、スマホでナビ見せたら、うわすげえなこれ、今こんなんなっとんかつって。これ3年前ぐらいの話なんですけどね、すごい懐かしいですね。こういった QR の決済サービスなんですけど、今結構なお店で、飲食店とか服屋もそうなんですけど、キャッシュレス決済、 QR 決済できるようになってるみたいなんですけど、これに関して、いやお前そんなことするみたいな犯罪起きてて、レジに並んでるとするじゃないですか、コンビニとかで。そしたら、QR で支払う時ってスマホの画面を表示させて待つじゃないですか、コンビニとかね。ほんなら、その QR コードを後ろからカメラで撮影して、その QR を使って不正利用するっていうパワープレイ犯罪が中国で起きてるそうです。あとは逆に店側がですね、レジとかに QR を置いてて、それを読み取らせて支払いをするっていうところあるんですよ。その逆ですよね。ここでその QR コードを店員が見てない間にすり替えるんですよ。で、その QR コード読み取ってスマホが決済されたら、そのすり替えた QR コードって自分の口座なんですよ。なので他の客の支払いが全額自分の口座に入るっていうね、マジ悪事犯罪が起きてるそうです。で、ちょっと記事見つけて時代やなと思ったんですけど、もうすぐ年明けですよね。お正月と言ったらお年玉じゃないですか。そのお年玉をペイペイとかで渡す家庭が出てきてるそうです。いやいやいや、あの袋がええやんね。全然関係ないですけど、一回親戚に正月呼ばれて、タックまず部屋に入ってきてって、お金持ちの親戚だったんですけど、うわ絶対お年玉やんと思って、だから襖を開けながら、ありがとうございますって言ったら、めちゃくちゃ怒られたんですよ。渡してもないのにお礼なんか言わないって。いやお前な、誰もくれとか言ってねえのよ。で、うわ、お年玉やんと。当たってるやんと。キモかった、親戚。それはいいとして、これ僕が悪いですね。そんな今日なんですけども、以前動画でそういったスマホが普及して増えた犯罪なんかも紹介したんですけど、今紹介したのもそれで起きた犯罪という言い方ができますよね。そこでリスニーさんからこんなコメントがありました。サブスクが文化を殺してるという件について取り上げてほしい。なるほど。ナイス着眼点。こういった便利になる一方ですね、職であったりとか、その収入がガクッと落ちてしまった人もいるわけなんですね。なので今日の本題なのですが、サブスクは悪なのかというところについて、ちょっと話していきたいと思います。この両者の意見を紹介しますんで、ぜひコメント欄で今日の動画視聴後にですね、意見を書いていただければと思うんですけど、まずこのサブスクっていうのはサブスクリプションの略でして、月額の課金とか、定額制で契約するサービスを指します。もうこれほとんどと言ってもいいぐらいこの形になってきてますよね。最近シンガーソングライターの川本誠さんのあるツイートが話題になってました。こちらすでに消去済みではあるんですけど、サブスクというシステムを考えた人は地獄に落ちてほしいと思っている落ちてほしいっていうね、この感じでちょっとガチなのが伝わってくるんですけど、これがちょっと共感を読んだと同時にちょっと炎上しちゃいまして、言い方がだこうだとかですね。それでサブスクの件で強い言葉を使ってしまい、不快な思いをさせてしまったことをお詫びすると同時に、サブスクの否定はしてない、私も利用してると、このサービスの利便性については一定の支持を示しつつ、サブスクでの利益がどれだけ少ないかを知ってほしかったなどと投稿に至った経緯を説明したということなんですけど、ええやろ別にダメがっていうのも、ちょっとこの YouTuber 若干違うかもしれないんですけど、これも無料で見れる、プラス月額でプレミアに入れれば広告を消せますよっていう、ちょっとしたサブスクの形ではありますよね。で、これが登場して、僕が使い始めた時にはもう無料だったので、そこまでね、その時代のギャップを感じることはないんですけど、だって今更僕の動画が1個見るのに100円かかったら誰も見ないと思うんですよね、これ。それはその作品の価値がどうこうよりも、無料とか定額のサービスの形が出来上がってるから、従来のコンテンツごとにお金を払うっていう仕組みはね、今厳しい時代になりましたよね。で、そんなことなってんのかと思ったんですけど、日本レコード大賞が出した、CD の生産実績なんですけど、1998年っていうのは6000億円を記録したんですよね。でも2003年4500億、2008年3600億、2013年2700億、そして2021年1900億円。なんとこの CD の市場っていうのが全盛期の3分の1になってしまってるんですね。これは音楽離れっていうのが起きたわけではないんですよ。まず音楽に関してはデジタル化しましたよね。もう携帯で聴ける時代になりましたよ、スマホになる前から。そしてまず CD を買わなくなって、さらにインターネットの普及で無断転載とかで、もう買わなくてもその音楽聴けるみたいな無法地帯の時期が一時期あったじゃないですか。あれやったやつこそ
地獄に落ちるべきですよね。まあ、しかしこの音楽離れというよりも逆に音楽を聴くっていう行為が身近になってるよねっていう証拠としてはライブ事業規模の売り上げっていうのがぐっと上がってるんですね。1998年は700億円ぐらいだったのがコロナ禍前の2018年というのが3400億円、だいたい5倍ぐらいになってるんですよ。しかしこの音楽のサブスクでかなりアーティスト自体の収入は激減してると言われてます。まずこのサブスクもこのアーティストの曲が再生されると0.01円ぐらい支払われる仕組みではあるんですけど、 CD の場合だと売上の 1% から 3% ぐらいだったので単純に100分の1ですよね。この時代の流れでサブスクを絶対やってこなかったところがどんどんサブスク解禁つってね今やり始めてますよね。このサブスクのメリットとしては知らなかった作品に触れる機会があるというところ、なのでこれまで埋もれていた人が一気に有名になったりするってこともあるんですよね。利用してる側は、まあ、知らなかった人を知って好きになるっていうこともありますよね。ただやはりその懸念としては正しくその利益が分配されてるのかどうなのかといったところです。ただ実際こういったサブスクが出る前から CD の売り上げ自体はデジタル化によって下がっていったっていうのも事実なんですよね。なのでこのバランスを取りながら受け入れて活動しないといけない、まあ、CD が売れていた時代に活動していたアーティストからしたらちょっと待ってくれよとなってしまうのもわかるということなんですね。だからその時代に CD に握手券をつけた安牛すごいよね。他にもサブスクで代表的なコンテンツといえば映像作品ですよ。 Netflix、 そう、映画とかドラマ業界でございます。この Netflix の会員数は2020年時点で日本だけでも500万人、市場全体を見ると今年10年ぶりに減少したんですよね。200万人ぐらい。これわしのチャンネルだったらゼロですよ。でもアジアの地域では100万人増えてると。え、どんな動きやねん。売上高は1兆円、そして利益は2000億円と、とんでもない市場なのはここだけでもわかりますよね。まあこれは同時にコロナ禍で劇場に足を運ぶということができなくなったということも大きく影響してると思います。もうすでに劇場公開と同時にサブスクにも同時に公開するっていう映画も結構増えてきてます。でこういった映像作品のサブスクによって利益が減ったのは DVD とかのレンタル産業、そして劇場産業なのは言うまでもないんですけど、まあ、ちょっと前まで映画は劇場、ドラマはネットフリックスみたいな形だったのがもう全部ネットフリックス、アマゾンプライムとかサブスクで見れるようになっちゃってきてますよね。なのでここ数年映画とかドラマを見る本数っていうのは増えたけど、テレビを見る回数、そして映画館に行く回数はもう一回も行ってないなって人絶対多いと思うんですよ。でもでもでもこれ実はですね、よく見ていくとコンテンツによって映画館に行くかどうかっていうのが分かれてたっていうことが分かってて、テレビとかもそうなんですけど、ジブリが地上波放送される時ってめちゃくちゃ SNS でも盛り上がるじゃないですか。まあ、そういったアニメーション作品、君の名は、こちらに関しては250億円を記録、アナと雪の女王254億円、実写版アラジン121億円、トイストーリー4 100億円と、いずれもアニメ作品、そして洋画とか邦画であれば最近公開されたトップガンマーヴェリックとかアクション映画とかは劇場で見たよという人の方が多かったという結果が出てます。これはサブスクで見れないっていうのはもちろんあったんですけど、さらに面白い話がありまして、ネットフリックスとかって100の知名度を1000にするかもしれないけど0を100には一生できないといった意見があります。劇場とかでは低予算で全くの無名だった人が作り上げた作品というのがヒットすることがあると。カメラを止めるなとかパラノーマルアクティビティとかゲットアウトとかも確か低予算でしたよね。ただこういった場所はすでにヒットしたものとか大物俳優女優を使っておそらくもうヒットするだろうといった、まあ、こういった出来上がった部分を刈り取って配信してるのがネットフリックスだと。まず無名だとこの市場に出すこともできないわけなんですよ。そうなるといずれ刈り取るべき作物が確実に不足することが予測できるということなんですね。確かしこれあんまり考えてなかったですね。なので音楽とかだと YouTube とか TikTok で大人気になるってことがあっても、映像作品だとなるとそもそもそこで作るお金を持ってないっていうのがあるのかもしれませんね。まあまだそこまで流れがいってないっていうのもあるかもしれないんですけど、なんか YouTube とか TikTok で話題になった作品が劇場とかサブスクで公開された事例ってありましたっけ。アニメとかも含めてちょっと僕その辺わからないんですけど、もしあったら教えてください。まあこの代表的なサブスクの文化、そしてデジタル化によって影響を受けたところ、その中にあるメリットとかも紹介したんですけど、まあ、今後この動きっていうのはますます加速していくっていう風に考えられてます。それは娯楽だけじゃないですよね。 AI によって今後10年ぐらいで大体半分ぐらい今の仕事はなくなると予測されてるんですね。まあでもなくなるけど、それと同時に新しい仕事っていうのもたくさん出てきます。これは前も言いましたね。僕がそこで怖いなと思ってるのはそのスピードが速すぎることだと思うんですよ。あー、こんないいサービス出た、じゃあもっといいサービスを安くで作ろうと、よしこれだみたいな、もうそういった動きが1日単位で変わってるんじゃないかなって思わせるぐらいこのスピードは加速してますよね。でも昔は当たり前に買っていたけど今は買わないもの、そこをどう買わせていくのか、まあ、そこが今後娯楽文化で生き残るために大事な部分になってくると僕は思うんですよね。まあ、今で言うとペーパービューの文化とかも日本っていうのはまだまだだと思うんですよ。さっきも言った通りネットフリックスって日本は500万人から600万人ぐらいなんで、まだ入ってない人の方が多いんですよね。なのでそこを埋めるのは付加価値なのか、それ以上の新しいコンテンツなのか、もうなんかそこに不満言ってもどうにもならないぐらい市場っていうのはでかくなっちゃってるんですよね。時代を作る時代から時代に合わせる時代になってると思うんですよね。まあ今日の本題ですね。サブスクはあらゆる文化を殺しているのか、今のを聞いてぜひ皆さんの意見をコメント欄でお聞かせくださいということです。今日は以上です。言い忘れたんですけど4万円取った人は地獄に落とします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。